縄文人とは、縄文時代に日本列島に居住していた人々の総称。約1万6千年前から約3千年前まで、現在の北海道から沖縄本島にかけて住み、縄文文化と呼ばれる文化形式を保持していた。定住型の漁労、狩猟採集生活を基盤として、縄文早期には日本列島全体で2万人前後しかいなかったが、 中期には26万人まで増加した。しかし、世界的に気候が寒冷化したため、食料供給ができなくなり、後期に16万人、晩期には8万人まで減少した。その後、弥生人がもたらした水田稲作技術により、食料の安定供給が可能になり、約1000年間で8倍の60万人まで回復増加した。 愛知県田原市の遺跡で見つかった縄文人とされる人骨から抽出した DNA の延期配列を詳しく解析したところ、アフリカからアジア東部に到達したホモサピエンスの集団の中でも最古級の系統に属することが分かった。現代日本人、大和民族にも縄文人の DNA は個人、地域差で1から2割ほど受け継がれている。 縄文人遺伝子の多いとされる九州、東北でもこれを超えることはなく、日本列島において純粋な縄文人はすでに存在しない。旧石器時代後の約16,500年前の紀元前145世紀から約3,000年前の紀元前10世紀にわたる縄文時代の文化は概ね現在の日本に分布していた。そのため、この地域に居住していた。 縄文土器を作る新石器時代人を縄文人と見ることができる。この縄文人は時期によって異なるが地域ごとに4から9のいくつかの諸集団に分かれていたと考えられている。日本列島に居住していた後期旧石器時代の人々が後に縄文文化と総称される文化形式を生み出し、日本における縄文人諸集団が出現したと推測されている。 2018年最先端技術を用いて縄文人の全ゲノム配列が解析された結果現在のラオスに約8000年前にいた狩猟採集民のゲノムと類似していることが分かったアメリカで出土した約1万5000から1万6000年前の石器が日本の縄文時代の石器と酷似していたことからアメリカ先住民の祖先は縄文人ではないか との説があったが、縄文人やアイヌの人々の歯は、オーストラリアメラネシアグループに分類され、アメリカ先住民ではシャベル型摂氏の、北極圏アメリカ人と、非北極圏アメリカ人に分類されることなど、形質的、遺伝的にもつながりはなく完全に否定されている。縄文人は、漢民族に代表される大陸のアジア人集団と、比較的、古い時期に分かれ、それは、 約3万8000年前から約1万8000年前までの間とみなすことができた。縄文人の遺伝的要素を持つ人々は、日本列島のみならず、ロシア沿海州朝鮮半島、台湾など、東アジアの沿岸部等にも少なからず存在することが判明し、こうした要素を持つ人たちが、大陸沿岸部に分散する中で一部が、 日本列島へ渡ってきた可能性が高そうだが、現状では、日本列島の縄文人が大陸沿岸部に広がった可能性も否定できない。従来、宮古島の戦死時代の人々は、フィリピンや台湾など南から渡ってきたとする南方説が有力だったが、沖縄県宮古島市平良島尻の名が、 馬海石周辺から出土した、戦死時代の人骨と、日本の縄文時代の人骨の DNA のゲノムが100%一致することが分かった。このことから、大陸から九州に渡ってきた縄文人が沖縄本島以南に拡散した、北方説であることが証明された。また、韓国の翌地姉妹石から出土した、 紀元前3500から2000年頃の女性人骨の DNA が95%縄文という結果が得られた上、他2カ所の遺跡からも6000年前の縄文人 DNA が確認されている。これが九州などの縄文文化との交易によってできたか、もともと縄文系の人が半島にいたかどうかは未だ結論が出ていない。縄文時代版基人の男性の頭骨。 宮野貝塚出土、国立科学博物館の展示。縄文時代後、万紀人の女性の頭骨。海老島貝塚出土、国立科学博物館の展示。縄文人の形質的な特徴を一般的に表すと、次のようになる。まず身長は平均して、成人男性で155センチ前後、成人女性で150センチ弱と小柄。 体毛が濃く毛深い。肌色は濃い。横顔では、眉間が突出し、鼻根が凹むが、微肺は隆起しているので彫りが深い感じがする。顔は低く幅広く、全体に四角い印象で眼球の入る眼下も、横長で四角い。目が大きく、眉が太く、唇が厚めで、いわゆる濃い顔をしていたと思われる。 北海道霊文島の船止まり遺跡から出土した3500から3800年前の縄文人の女性のゲノムをほぼ現代人と同じ精度で解析することに成功し表現型に関する遺伝子の解析から詳細な形質的特徴が解明されたアルコールに強い肌の色は濃い茶色または黒の光彩耳垢が湿式である血液型は A 型、摂氏が、べる型ではない、シミができやすい、毛髪は縮れ毛であり、微根の高さ、鼻の高さは中程度、身長に関する、遺伝子は、背が低くなる傾向を示した。縄文人は、顔の彫りが深く、上腕骨や大腿骨に対して、肘や膝から、先の骨が相対的に長いため、これまでは、南方が起源との説が有力だったが、 北海道から九州の二十遺跡で出土した縄文人の人骨を分析したところ北東アジアから朝鮮半島経由で日本に渡来した北方系の弥生人と同様に道長短足だったと見られることが分かったこうした特徴を持つ人々が日本列島に出現した時期は最終表記の再寒冷期が終わった後と見られるただし すでに日本列島に居住していた後期旧石器時代人の形質が変化したものなのか、列島外から移住してきた人々の影響があるのかは不明である。日本列島に住む人々の形質は弥生時代以降現代に近いものに変化していくが、これについて列島外から移住してきた人々の遺伝的影響を重視する見解と生活習慣の変化を重視し、 列島外からの遺伝的影響は比較的限定されたもので、縄文人の系統はそのまま現代日本人につながっているとする見解がある。かつてアイヌはヒゲや体毛が非常に濃いこと、顔の彫りが深いことなどから、コーカソイド起源説、オーストラロイド起源説、モンゴロイド起源説など様々な説が提出されたが、俗縄文人と近世 アイヌの間に位置する大岬崎人骨やモヨロカイズ塚などの人骨から北方アジア人に極めて近い形質を有することが破綻形質からも明らかとなった。近世、アイヌの成立については北方からの外来要素を考慮するよりはむしろ縄文人の形質を主体とし、その後二千数百年間の環境と文化の影響下における昇進化として説明するのが最も、 妥当であると考えられる。一方で、縄文人は、旧石器時代のシベリア南部の集団に由来するとする、研究もある。瀬口によると、戦士時代の縄文人は、日本への様々な移動ルートを使用して、多様な旧石器時代の人口から派生した。この点で、縄文の生物学的アイデンティティは異質であり、縄文として知られている。共通の文化に属している。 可能性のある多様な人々を示している可能性がありる。瀬口2014全ゲノム解析2019年、独立行政法人国立科学博物館の研究員を筆頭とする国内7研究機関11名からなる共同研究グループが北海道霊文島の船止まり遺跡から出土した約3800年、前の縄文人の全ゲノムを高精度で解読した。 この結果、北海道の縄文人は、東北シベリアの民族との遺伝子流動が確認でき、アイヌの遺伝的祖先に寄与した可能性のある他の集団が、シベリアの母集団、特にコリアーク人といテてリメン人であることが分かった。また、同じ方法で、日本本土と琉球の遺伝的形成に最も大きく、寄与した母集団は、韓国人であることも判明した。 遺伝的神話性では、ウリチ、韓国人、台湾先住民、オーストロネシア系フィリピン人は、日本列島集団と同様に、韓民族よりも船止まり縄文人に近いことも、示された。2018年、金沢大学の角張り高志特任助教、医薬保健研究域医学系、核心ゲノム情報学分野の佐藤上官助教及び、田島厚志教授は、 コペンハーゲン大学が中心となっている国際研究チームとともに愛知県の伊賀使い図解析から出土した2500年前の縄文人骨から最先端技術を用いて全ゲノム配列の解析に世界で初めて成功したこの縄文人骨と現代の東アジア人東南アジア人8000年前から2000年前の 東南アジア人など80を超える人類集団や世界各地の人類集団のゲノムと比較解析を実施した結果、現在のラオスに約8000年前にいた狩猟採集民の個人骨のゲノムと類似していることが分かった。この個人骨はラオスのファフェン遺跡から出土したホアビン文化という狩猟採集の文化を持つ民族で、 現代のアンダマン諸島のオンゲ族やジャラワ族、マレー半島のジャハイ族、マレーシアのグアチャイセキの民族などと遺伝的に近い。不景のルーツ不景のルーツをたどることができる、Y 染色体派プログループは、数万年にわたる長期的な追跡に適しており、1990年代、後半から研究が急速に進展した。長らく、日本人は、ワイセ体、 ハプログループ D1A2A の縄文系と、ハプログループ O1 ビット2の弥生系を起源とする、東京大学名誉教授、ハニー原和夫が唱えた、二重構造モデルが、主流であったが、最新のゲノム解析で、ハプログループ O3A2C の古墳系からなる、三重構造モデルであることが証明された。また、Y 染色体、ハプログループ D1A2A の縄文系は、 日本人及び、沖縄人とアイヌ人や、本土日本列島奄美群軍島及び、琉球列島と千島列島の3集団に多く見られるタイプである。国外では、韓国、ミクロネシア、ティモール島などで低頻度に見られる。このハプログループ D1A2A は、アイヌ人の75%に見られることから、DK 統は、かつての縄文人のものであると考えられている。 ただし縄文人のハプログループが D1A2R だけだったわけではなく、ハプログループ C1A1 も縄文人由来と考えられている。ハプログループ D、C、F の分布東アジアの Y 染色体ハプログループ、イドーズ、ハプログループ D 系統はヤップ型とも言われ、現代アジアにおいて支配的な O 系統や C2 系統とは、 分岐から7万年以上経ており、最も近縁であり同じアップ型である E 系統とも6.5万年前に分岐した系統である。現在 D 系統は、日本列島以外で高頻度の地域は、チベットとアンダマン諸島しかない。ハプログループ D は、現代の東、アジア人とシベリア人に近い、東アジアのハイランダーズに関連していて、縄文時代後期に増加し、c 1 h K, P などの以前の縄文時代の系統に大きくとって変わったとされる。なお、当時の弥生人や現代東アジアにおいて支配的な O 系統は、ウラル系の M 系統や高ーカソイド系において最多的な R 系統などと禁縁であり、縄文人やアイヌ等のヤップ型とは全く異なるグループである。以上のことから縄文人から自然進化的に 弥生人が派生したという説は完全に否定されている。日本列島に D 系統の人々が入ってきたのは数万年前の最終表記地続きの時代と考えられている。その証拠として日本人の D 系統にのみ見られる多くの SNP の発生が挙げられる。SNP は突然変異により発生する確率的な事象であるから発生数によって 時間の経過がわかるのである。日本固有の D1A2R 系統は、その発生から3.5から3.7万年ほど経っているとされ、考古学から求められる、日本列島に最初に、現生人類集団が到来した時期と一致している。長らく縄文人の人骨より、Y 戦色体ハプログループは分析されてこなかったが、北海道霊文島の船止まり遺跡から出土した。 人骨、船止まり5号の Y 染色体ハプログループが D1A2A2R であることが判明した。これにより、ハプログループ D1A2A は、縄文系であるという従来よりの仮説に一つ、近づいたが、検証したのは、長い縄文時代の中期のたった一人であるため、時代、地域ともに広範囲での多数の検証が期待される。とりわけ、ハプログループ C1A1 は、 拡散年代と縄文文化開始の時期が一致しており、今後の研究遺憾によっては、初期の縄文人の主要な DNA となる可能性がある。C1A1 は日本人固有であり、現在の日本ではおよそ5%の頻度で発見されている。母系のルーツ父系のルーツをたどれる Y 染色体ハプログループに対し、ミトコンドリア DNA ハプログループは、 母系のルーツをたどることができる。ただし、ミトコンドリア DNA は稀に男性の DNA が混じることや、人間より検証個体の多いネズミの DNA 測定では、ハプログループの分岐や時期が事実とは全く異なっていたから、あくまでも愛染色体 DNA 等、他の資料と共に考察する必要がある。ミトコンドリア DNA の分析によって、 縄文人のルーツの一角が解明され、日本固有のハプログループ M7A や南方系と共通の遺伝子を持つハプログループ B や F を持つことが知られている。宝来聡氏の研究によると、東南アジアの少数民族から日本列島に位置する琉球個人やアイヌまでが共通の因子を持つとされ、形質人類学においてはこれらの人々が縄文人と最も近いとされることから、 縄文人のルーツは、東南アジアの旧石器時代人との見方が可能である。これらを裏付けるように、国立科学博物館人類研究部の篠田、健一らの研究では、鹿児島県霧島市、上野原遺跡の縄文人から同様にハプログループ、M7A が検出され、縄文人は、現在は海底に沈んでいる東南アジアフィリピン沖の、スンダランドが起源で、北上して、 南九州に到達し、大隅半島西北部の小高い大地にある上野原遺跡と呼ばれる最古の村から日本列島全域 M7A 系統の縄文人が拡散したと想定している。この M7A 系統は縄文時代にすでに北海道へも到達していたことが明らかとなっている。さらに2010年までに、 沖縄県石垣島の白穂尾根、ね、田原洞結遺跡から発掘された旧石器時代の人骨を国立科学博物館が分析した結果、国内最古の人骨とされた4点のうち2点は、ハプログループ M7R であることが明らかとなった。しかしながら、溝口雄二は5万年から6万年前にインドを経由し、 東南アジアで放散した東、アジア人全体の祖先の中から日本列島に到達したグループは複数存在し、東南アジアから北上する過程で台湾や南西諸島を経由し、日本列島に到達した場合もあれば、一度北上し1万5000年前にバイカル湖周辺で寒冷地適応した後に南下し、朝鮮半島や中国から日本列島に移住した場合、 バイカル湖を経由せずに大陸を海岸沿いに北上し、ブリアートたりから南下したルートが存在すると考えると日本列島の遺伝的勾配をうまく説明できるという説を唱えている。この説の要点は東アジアグループの成立年代が6万年前であり、バイカル湖で寒冷地適用したグループがアフリカから中央アジアを経由したわけではないので、 蓬来や篠田の説とも矛盾しないが、溝口の説はあくまで仮説の域であり、確証となる根拠は皆無である。一方、尾本恵氏や咲谷光などの分子人類学者は、東アジアへの人類到達は、ヒマラヤ山脈の北方を経由したとする北回り説を唱えている。咲谷は著書において、ミトコンドリア DNAY 染色体といった。 分子人類学的指標、旧石器時代の石人技法という考古学的指標、成人 T 細胞白血病ウイルスやヘリコバクターピロリといった微生物学的指標のいずれにおいても、東アジアの人集団は北ルートから南下したことを示し、南ルートからの北上は非常に限定的であったと述べている。先谷は、ハプログループ M7A は東南アジアではなく、 シベリア南部極東で誕生したとしている。この説が正しいとすれば、縄文人の祖先もまたでアフリカ後に、アルタイ産が未悪付近、朝鮮半島を経由して、日本列島にやってきた人々の子孫であり、縄文人の住んだランド起源説は完全な、誤りということになる。また、北海道の縄文人は、ハプログループ N9 ビットが最多で M7A は少なく、 東北地方の縄文人も似た傾向を示している。このことから縄文人のルーツは一つではなく複数あったと考えられる。その他の遺伝子縄文人の起源には複数の説がある。一部の説は東南アジアを、別の説は北東アジアを可能性のある起源であるとしている。一方、他の説は東アジアそのものを起源としている。 最新の遺伝学的研究は、縄文人は、ユーラシア大陸各地の集団によって形成された、としている。HLAI 及び、HLA2 遺伝子と、HLAA、B、及びディビジョンラップバトル1遺伝子頻度の、分析からは、アイヌと、アメリカ大陸の先住民、特にトリンギットなどの太平洋岸北西部の、集団との類似性が見られ、 アイヌ民族とアメリカ先住民のグループの主な祖先は南シベリアの旧石器時代の集団にまで遡ることができると示唆された。縄文人は世界各地の集団と比較した場合、アフリカ人、ヨーロッパ人、サフール人、アメリカ先住民の集団よりは比較的東、アジア人の集団に近い。トゲノム多様性プロジェクトのデータを用いた全ゲノムに、 渡る SNP の比較においても、山間地貝塚から出土した縄文人集団は現代東、ユーラシア人すべてと遠く離れており、その得意性が示された。東、ユーラシア人内における参観地縄文人集団の得意性は、ヨーロッパ人やアフリカ人と比べても同様であった。日本列島のアイヌ、ホンド日本人、琉球諸島の集団、そして、 北京の中国人を三漢字の縄文人と比較した統計分析の場合、第一種成分でアイヌと三漢字縄文人が他の集団と分けられた。三漢字縄文人に最も近かったのはアイヌで、ついで琉球諸島の集団、そして本土日本人であった。今日ではほとんどの科学者は縄文人はユーラシア大陸の複数の集団の子孫であると考えている。 標本の得られた縄文人の系統群は東、アジア人を含む他の人類集団と遺伝的に距離がある。しかし東アジアの沿岸部の集団との共通点も一部ある。その集団は本土日本人、ウリチ人、朝鮮人、台湾先住民である。近年の遺伝学的及び形態学的研究を外観した論文でも縄文人が 複数の起源を持つことが示唆されている。早稲田大学の理ーを呼び、長谷川の研究では、縄文時代の北海道には二つの異なる集団がいた、と結論づけている。彼らはさらに踏み込んで、日本人形成の歴史についての二重構造説は見直される必要があり、縄文人は旧来考えられていたよりも多様性がある、と結論づけた。 2020年に行われた全ゲノムの解析においては、縄文人の起源に関するさらなる情報が示された。縄文人は様々なルートで日本に移住した様々な古代の人類集団の子孫であることが分かった。縄文人は主に現在まだ標本の得られていない古代ユーラシアの集団、そして様々な東アジアに関連した集団から形成されている。 この遺伝学的解析の結果が示すのは、旧石器時代にすでに日本において異なる集団間の根血が起こり、その後も絶え間なく東アジア沿岸部からの遺伝子の流入があり、その結果多様性のある集団となり、弥生人が到来する前に均質化したということである。チベット高原からの遺伝子の流入も検出され、ハプログループ D1A2A と関連している。 このグループは、縄文時代後期になって、初めて、日本における、優勢なハプログループとなった。伊川塚井塚から出土した、縄文人の標本一体、及び、チベット高原の古代の標本の分析からは、両者の間には、部分的な共通祖先が発見されただけであった。これは、古代チベット高原の集団及び、チベットビルマゴ派の集団に関連する。 ハプログループ D が拡散する際に、性の遺伝的、ボトルネックが起きたことを示している。2020年に、ケンブリッジ大学出版局が発行したある研究では、縄文人は近出ではない集団であり、弥生人が移民するよりも古い紀元前6000年前頃に、北東アジア人の移民があり、その集団が、太平山本遺跡などの初期の土器文化に代表される。 縄文時代早々期の文化をもたらしたと示唆している。その研究者たちはさらに、弥生人の到来の前に、オーストロネシア人が日本の南端にいた可能性について言及している。日本列島に居住した後期旧石器時代人を縄文人の直接の祖先と見た場合、問題となるのは、これら日本列島の後期旧石器時代人はどこから来たのかという点である。 石器の形式に注目してみると、後期旧石器時代の日本列島にはナイフ型石器と、採石人という、同じ用途に用いられる2種類の石器が存在していた。ナイフ型石器は、大陸では、出土例がないもので、日本列島で独自に発達したものと考えられ、鹿児島県上野原遺跡の調査などから、発見されている。しかし、珍しい例外としては、 採石人は、バイカル湖周辺に起源を持つもので、日本列島に伝播したのはおよそ2万年前、宗谷海峡経由で、北海道にもたらされた。採石人が、東北や北陸に伝わるのはおよそ1万5000年、前である。つまり、この時期に、北東アジア方面から採石人の技術を持った、少数の人々らが、北方からも日本列島に移動してきたことになるという。 縄文人に関連する遺伝子として ATL のレトロウイルスがある。このウイルスは成人 T 細胞白血病を引き起こす原因として発見されたもので、HTLV は京都大学ウイルス研究所教授の日沼よりおによって研究が進められた。日本人にはこのウイルスキャリアが多数存在することは知られていたが、東アジアの周辺諸国では全く見出されていない。 一方、アメリカ先住民やアフリカ、ニューギニア先住民などで、キャリアが多いという特徴を持つ。日本国内の分布に目を転じてみると、九州南部と長崎県に多いのが目立つ。そして、沖縄やアイヌに、特に高頻度で見られ、四国南部、紀伊半島の南部、東北地方の太平洋側、沖、五島列島などの僻地や離島に多いことが判明した。九州。 四国、東北の各地方における ATL の後発地域を詳細に検討すると周囲から隔絶され交通の不便だった。小集落でキャリアは効率に温存されている。東京、大阪など大都市で観察される患者の90%以上は九州などに分布する ATL、後発地帯からの移動者で占められていた。このウイルスの感染機構は生きた感染リンパ球と 非感染リンパ球の接触で起こり、空気や通常接触では感染せず、体液が主な感染源になる。自然感染の経路としては、母時間の垂直感染と男女間の水平感染に限られることになる。特に夫から妻への感染が多く逆はほとんど観察されない。以上より、ヒヌマはこのウイルスのキャリア後発地域は、 縄文系の人々が高密度で残存していることを示していると結論付けた。HTLV はかつて日本列島のみならず東アジア大陸部にも広く分布していたが激しい淘汰が繰り返されて大陸部では消滅したようである。弥生時代になってウイルスヒキャリアの大陸集団が日本列島中央部に多数移住してくると列島中央部で ウイルスが薄まっていったが、列島両端や壁地には、縄文系のキャリア集団が色濃く残ったものと考えられる。縄文時代の日本列島に住んだ人々に対するイメージは、その時々の日本社会の風潮とこうして様々に移り変わってきた。前述のように明治から第二次世界大戦が終わる。頃までは、縄文人は日本民族によって、 日本列島から駆逐されていった先住民と見られていた。こうした見方は必然的に古代から近世にかけて日本の支配する領域の北隣に居住していた異民族、そしてアイヌを縄文人の直接の末裔と見る説を生み出した。このような縄文人、エゾ、アイヌを統合で結ぶ見方はその後の研究の発展によって ほぼ否定され、今日の学会では受け入れられていないが、完全な末裔ではないものの、DNA 解析によりアイヌ人は、縄文人の遺伝子を特に色濃く残していることも、判明している。近年では、12世紀における、アイヌ文化の成立を、アイヌ民族の成立と見る立場を政治的に不当な、ものとして求断し、古代の北東北から、アイヌモシリにかけて広がっていた。 殺門文,文化や俗上門文,文化の担い手たちをも、アイヌと呼ぶべきであると主張する論者も、少数ながら存在する。例えば平山は、山田秀蔵らが、東北地方に、アイヌ語地名が多数存在していることを明らかにした。研究に言及しつつ、古代のエゾと近世のアイヌが、同系統の言語を母語としていたことは事実であり、であるならば古代エゾと、近世アイヌは、 同じ民族とするべきであると主張している。お野は12世紀にアイヌモシリで、アイヌ文化を生み出した集団は、11世紀以前にアイヌモシリに居住していた、殺門文化人やおほうつく文化人の直接の子孫であるから、これらは同じ民族と見るべきであると主張している。ただ、こうした主張に対しては、エスニックグループを本質主義的に捉えており、それを構成する。 人々の形質的特徴や社会的、文化的特徴が長期にわたって普遍であるとの前提に立っていて、現在の人類学、考古学、歴史学、社会学の研究レベルでは通用しがたいとの批判がある。2004年の図外特性の再評価は、アイヌの人々が縄文人よりもオホーツクの人々に似ていることを示唆している。また、アイヌは縄文人ではなく、 シベリア人の子孫であることが分かり、アイヌ語は、オホーツクの人々と関連づけることができるという説も、ある。縄文人は、基本的には狩猟採集民であったが、その中には海に深く関わっていた人々も存在した、ことが知られている。遅くとも、BC5000 年頃には、マガタマが作られていたことが判明しており、特に、新潟県糸井川の長蛇が払い席からは、 翡翠製マガタマと共に翡翠の工房が発見されており、蛍光 X 線分析によると、青森県の三内丸山遺跡や北海道南部で出土される翡翠イは糸井川山であることが判明しており、縄文人が海を渡って広い範囲でお互いに交易をしていたことが考えられている。後年には日本製マガタマは朝鮮半島へも伝播している。縄文人が海類を 食料資源、装飾品の原料として採取するようになったのは、縄文早期前半で代表的な遺跡として横須賀市の夏島貝塚が挙げられる。縄文早期の半ばには瀬戸内海沿岸や東北地方でも貝塚が形成されるようになる。採取対象は当初は、河口等の寄水域に生息する大和しじみであったが、やがて内湾干潟の柿昭昭で得られる柿や、 やはり内湾の南米日潟から容易に得られる葉以外などにその中心は移る。また、腕輪やペンダントの原材料として採取された貝類もある。特に目立つのが大型の定住性化砂害の一種で、岩礁町艦隊底部から採取される大津田の肺の利用である。大津田の肺は主に、薬島やトカラ列島に生息するが、縄文期には、特に縄文後期、 晩期を中心に、関東全域から、北は、北海道の薄十遺跡でも出土している。これについて、原材料となった大津田の葉がは、南九州から運ばれたという説と、三宅島以南の伊豆諸島にも生息域があったのでは、ないかとの説が対立している。大津田の葉がいの他には、暖流域の旋回から得られる宝貝の一種、八丈宝貝も広く利用された。 前述のように、戦死時代の日本列島住民が、今日の伊豆諸島に進出したのは、旧石器時代である。しかし、縄文期の遺跡に限ると最も早いものでも、縄文早期の半ばのものとなる。この時期の遺跡としては、伊豆大島下高堂遺跡、神津島戦記遺跡、三宅島の釜の尻遺跡などがある。縄文前期の末には、黒潮の本流を越えた。 縄文人が八丈島に進出し、クラリン遺跡からは関東、南東北、中部、関西地域の土器が発見されている。縄文前期には、九州島を中心として、轟式土器と呼ばれる土器が広く使用されるようになった。轟式土器は、九州島周辺のほか、種ヶ島や薬島、朝鮮半島南部にも分布しており、これらの島々、 半島間を航行した縄文人集団が存在したことを伺わせる。日本列島周辺や南西諸島周辺、朝鮮半島周辺の島々は国ができる以前からこれらの海域を行き来する海洋民族によって基地だったと推測される。また、とどろき式に続いて登場した祖畑式時も、奄美大島の高又、遺跡、沖縄島の読谷村、 戸口東原遺跡、朝鮮半島の京畳南道にある、釜山市の東三道海塚などから発見されている。縄文人が黒潮本流を超えた例としては、この粗畑式土器を持った集団による、縄文前期の九州島、奄美大島間の航海が、最も古く、関東における三宅島、八丈島間の航海よりおよそ800年早いもので、あるとされている。 東三道海塚では大量の縄文土器と北松浦半島産黒曜石が出土しており、縄文人がやってきた確かな証拠と言える。なお、朝鮮半島では森や矢尻に最適な黒曜石が産出されない。長浜博明は大阪市立東洋当時美術館名誉館長の伊藤、幾太郎の見解として、1969年から1971年に、 かけて、東三道海塚の下層から、先帝遠帝無門土器が発見された。これらの中には、北松浦半島の千福寺ホラー穴や、福井ホラー穴な,などから発見された、隆起千分土器と、類似する河原家、同じく、北松浦半島の国曜石と、大型石符も含まれていた。その他、京商南道新岩里や環境北道西の浦港、 貝塚などからも発見されていると紹介し、縄文人は7000年前から無人の朝鮮半島へ渡り、半島北部まで進出していた、と述べている。また、朝鮮半島南部の延大島貝塚から発見された、個人骨は、縄文人の特徴と多くの点で一致しており、現代韓国人とは似ても似つかぬ形態であり、 最初に半島に住み始めた人々は日本からやってきた縄文人だったという考古学からの推論が、形態人類学によって裏付けられたとしている。また長浜は、朝鮮半島の串分土器文化の土器は、九州の粗畑式土器そのものであると述べている。これまでに出土した事例に見る限り、縄文人が後悔に用いたのは一本の丸太をくり抜いた。 丸木船であったと考えられている。帆柱の跡や、オール受けの跡は検出されていないため、基本的にはパドリングによる推進であった可能性が高い。船体の断面は、関東地方湿度の丸木船を見る限りでは、半月型あるいは三日月型であり、弥生時代以降の大型断面の丸木船とは異なる特徴を示している。船体長は、 最大で残存長7メートルから8メートルのものまで、あるが出土の縄文前期のものは残存長7.45メートル、残存幅0.7メートル、小さいものでは4メートル以下のものも多数出土している。材は、赤松や黒松、唐松、蚊やケヤキ、ムクノキ、クスノキなどの例がある。なお、1982年には、 松江市内の小中学校の教師の有志5名により、カラムシ通与と名付けられた、丸木船による、黒曜石の運搬実験が行われ、沖の宮尾遺跡から、本州の松江市三保の石町の七類港まで15キロの、黒曜石を一日で運搬することに成功している。縄文人の言語については明らかでない。日本語のほか、人類学的類似性が高いとされるアイヌとの、 関連を指摘する見方もある。過去の言語は文字がなければ検証不可能とされ、縄文語の解明はその試みは存在するものの極めて難しいと言わざるを得ない。日本列島における縄文時代の言語は教示的にも通じ的にも複数存在したと考えるのが自然である。ありがとうございます。